今回は、女流名人戦リーグの対局見ていきたいと思います。黒番が中村隅で女流帰省。白番が伊沢五段ですね。黒二連生、白二連生の席ですねで。白隅の方に入ってきましたね。でこれがやっぱりね、宇宙流の岐風なんですね。 模様で勝負しようということで。白早めに入ってきましたね。ここで単につけました。これは割と面白い手でした。よくある形は AI が示している通り、ぶつかりから打つのがよくある形なんですね。これだと割と分かりやすい打ち方ですね。この辺もともとプロの たくさんある場所なのでこれ、これぐらいで白十分ということですね。何につけたのでこれね黒が反発してくるんですねで。切って。思わぬ変化となりましたね。 この枠でどうやら、少しポイント取ったようですね。こうなったんですけど、どうしてかっていうと、結構、うん、ちょっとこの付けがどうやら評価値が落ちたみたいですね。ちょっと AI の図を見ていきたいと思うんですが、あの、ここに打つのが一番厳しかったようですね。付けがやっぱり隅の黒固めてる手なので、 字が損ということですね。まあ、こんな手を示してますけど、まあ意味としては、遮ってきたら、跳ねかけ継ぎで頑張ろうってことですね。まあでも、まあ分かりやすく、もうちょっと分かりやすくってなら、押しぐらい打って、まあこれ伸びぐらいになりますから、それから、あの、こう、ね。これの方が結構安全な打ち方ですけど、隅にこうやって入ってね。 まあこれは白、抱える形なので。まあなんかこんな感じで。逃げ出せますから。まあこれで、やれたってことですかね。実践のやっぱこの、付けと引きの交換が隅の黒だいぶ固めてますから。字が損ということですね。え、この白石、 まだ弱いですので、こがポイントを取ったようですねで。この手は非常に手厚い手でしたけど、手厚い手ですね。まあ、手を抜く手もありますね。一応 AI の図見ていきたいと思うんですが。手を抜く手も当然ありますね。こんな手を示してますけど、まあ、手を抜くと、何が嫌かっていうと、まあ、ここに、 うん、まあ。出て、まあ単純にね、回、ま、っ、あ、当てて、そびって、まあこういうふうに打って、まあ白の三形潰されますし、下辺の黒がすごい大きくなってくるので、まあ本手ですね。手を入れたっていうのは。本手です。やはりね、両者は非常に手厚い棋風ということかなと思いますね。で、こうや で黒もね、三 3, 3で地を取ってきて。反撃ですね。反撃ですけど、黒石多い場所での戦いなので、やはり下で白渡るようだと、ちょっと白と一番辛いということで、また、ここは黒は不満ないかなと思いますね。 なんか、これはかなり優勢意識した手ですね。かなり硬い手で優勢意識した手で。その表、価値ちは、え白が上がったので、ここ白が少しポイント取ったようですね。こことここの交換は黒がきがしてるので。AI の図を見ていきたいと思うんですが。なんか、反撃があったようですね。ここが先手なので、ここに出てくる反撃があったようですね。 これやっぱ、この白石取れ,れ、取れれば大きいですよね。これに対して手を抜くのは、うーん、単純に出て、押さえたときに、当てを打って、単純に切る手があって、この白が切断されて危ないんですよね。これは無理なので、伸びが効いてますので、反撃する手があったということですね。 これはかなり優勢を意識した手ですね。でこうやって。まあただまだ形勢は黒がいいみたいですね。攻めて。まあ今左上の黒と辺の白両方攻めてるって感じですかね。でこうやって。 でこうやってこの次が先手ですね次に、えーまあ、ここら辺に渡って4子取りに行く手があるので先手でこれを決めて。 これは次にここの黒取りますよって言う手なので、先手で受けてから戻りましたね。で、飛び込んで。ええー。まあ、ここに打ったんですけど、これ勝負手です。勝負、勝負手ですね。これで、あのー、白が死んでしまいましたね。ここの白っていうのは。 まあ白は別に一気、下がれば大丈夫だとは思うんですが。下がれば、不変は、例えば、沖にはぶつかって、うん、手順が難しいんだけど、これにこう、なったとして、ええ、まあ、こうて、 放り込みにはこっち継ぐ体制で、えー、まあ、ここに目ができるので、白から打ってか。まあ、こういう形ですので。黒結局ここに打たないといけないので、一応これで生きてるんですね。まあ、もっとわかりやすく説明すると、えー、まあ、これに、こういう状態なので、 ここに打つと、隅に一眼できますので、目ができるので、隅に目を作る手と、ここに目を作る手が見合いなので、一応下がれば大丈夫でしたけど、勝負手なんですね。これで頑張ったんですが、これでえ死んでしまいました。死んでしまったということは、 えー、ここで、白が投了して黒の調子がちとなりました。まあ、ここの右辺の白、これ全部ですね。全部取られたので、まあ、投了も仕方ないという判断ですね。まあ、この後打つなら、まあ、ここの白を助けないといけないんですけど、えー、まあ、こっちに打って、 ここの黒が全然取れないんですね。取れないってことは白が死んでるので、えー、投了仕方ないという判断ですね。まあ、ただ一応これでも、えー、これで勝ちだと思って油断してると実は大事件起きてしまいまして、単にこっちに打つと一応ここに白から切る手があって、これ大事件起こっちゃうんですよね。だからもう一手打って投了でもよかったかもしれないですね。一応大事件が起こる可能性はあったので、ね。 もう1手打ってもよかったかもしれないですね。例えばこれ切ると、こっち取るのは取り返して大事件ですから、取ると、ここに打って、取ると、あ、てて。継ぐ手がないんですよね。一応これ大事件ですね。これ事件起きてます。ということで。だから、こう打たれたら、一応これ当たりを先に打たないといけない。当たりを、まあ当たり打てば大丈夫ですね。当たり打って打てれば。抑える手がないので これでここの白が、えー、まずいので。まあ結局、大丈夫ではあるんですけど。まあだから一応、本当に油断してると、油断して単に曲がっちゃうと一応ここに切るっていう手はね、残ってるので。これは、打たないといけないですね。で、ここに打っていく 曲ですね。真っ白を捉えているので、投了仕方ないという、そういう判断だったかなと思います。中村女流棋聖の名曲だったと思います。というわけで、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。